なんかね、実はね、この配信をする1時間前6時1分に、まあ、父さんから LINE が来て、え、その LINE 文章送るわ。おー、ね、すごい。レイバンのサングラスでもなんか宣伝してきた。乗っ取られてんじゃないか、ね、乗っ取りありそうだな。めちゃくちゃ面白いけど、それどこに貼るの？ね、LINE に貼るね、うん、それでちょっとなんか読めるとこだけ読んでください。読めるとこだけ読んでください。うん、これなんかひらがなのやつが俺。あー、なるほど、分かってるよ。うん、気をつけてね、みんな、すべてが、うん、うわー、すげえ、これガチガチ、すごいすごいやん、敬語やん、え、すごい、お互い、何これ、こんな人、こんな人、こんな現代にあんの、ね、距離感やばいよね、距離感えぐ、マフマフの人となりがわかるわ、すごいね。何々ですが大丈夫ですかみたいな、そんな感じやん、本当に、ね、読めるとこは読んでもらって大丈夫。この自分自身の登録ネームぐらい、すごい面白い。これが普段の会話のトーンで、だから、こういう感じなんだ。砕ける瞬間ってないの？うん、ないないんだ。ないんだ。すげえ、なんかすごい、これすげえ、これめちゃくちゃ面白いわ。ね、なんかすごい、マジで俺の家と真逆だこれ。そうだよな、友達みたいなのが喋るもん。そうだよね、すごいな、いい家庭、いい家庭、いい家庭っていうのは、まあ、育ちがいいな、いい家庭なんだろうけど、でもすごいね、これはマジで育ちがいいって感じだね。育ちがいいね。なんか一応視聴者の人に分かりやすく言うとさ、俺のそのちょっとなんか眠っちゃう過眠症の話をしてて、なんか食べているとき、人と話をしているとき、歌っているときに数秒後に寝てしまっているというようなことがありましてって俺が送ったら、これから言うことを聞いてください、実はお父さんもあるのです、その経験がって、わーってきて、それこういうことがありました、こういうことがありましたって、でその後こうして直していくといいですよみたいなのってくれて、いいですよって言うのも、ね、今説明のためにいいですよって言ってるじゃなくて、本当にいいですよって書いてあるんだよね。医者と患者のやり取りやん。そう、そういう感じなの、うん、そう医者と患者の会話みたいな、ね、いや、話しててもこうだから硬いよマジ。話してもこううちにみんな遊びに来てほしいわ。なんかじゃあ親父ギャグとか出ないの？立派な人なんだろうなって分かるもんな。親父ギャグって何？なんて冗談とかギャグとか言って、冗談とか言うの、うん、ああでもまあ、まあ、普通それなりに微笑みのある家庭ではあったから、そんな大丈夫大丈夫、まあでも硬かったかな。ソラルさんとこどうなってんすか？うん、なんか多分めっちゃ普通だと思う。普通なんすか？お父さんのことはなんて言うんすか？父さんか父ちゃんか。父ちゃん昔父ちゃん、しんちゃんかよ最近って。父ちゃんかわいいね。普通でも普通だと思うな。まあなんかテレビとかバラエティとか見せてもらえなかったり、なんかゲーム1日20分みたいな、ちょっと今思えば厳しいなと思うけど、まあでもまあ結構普通かな、割とその。でもやりたいこと、習い事とかそういうのは何でもこうやらせてくれたりとか、なんかまあそういう感じだったか。なるほどでござる。浦田さんの家さ、わあ、バカでかくない？いや、でかいね。でかいよね、マジで。バカでかい屋敷みたいな。建て直し後の話か。うん。一回坂田と泊まり行ったこと。そうだそうだ。あったよ。でかい言ってたね。そう。浦田さんの家の、家に泊まり行って、浦田さんの家の手伝いをみんなでして遊ぶみたいなことをしてたね。してたな。バカでかい。出てくる朝食うますぎない？うまいうまいうまい。そうなの。いや、なんかね、ソーセージと、いや、うん、鮭とか、あと目玉焼きとか、うん、味噌汁とか、もうなんか朝食に欲しいものすべて入ってて、うんうん、普通そんななんか丸々出てこないのに、もうオールで出てくるのよね。あれもしかして裕福？まさかな。家でかいし、あれが当たり前だと思って育ったらあかんよと思って。いや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 、
あれはでも君らが来たからちょっと力入れた感じ。さすがにそれはあった。さすがに、うん。でも夜中もさ、うん、作ってくれたよね。うん、ご飯。あな、そうだな、確かに夜行ってからなんかご飯作ってたな。そう、わざわざ起きてきてくれて、その、うん、へえ、作ってくれて夜食べて、うん、で朝も作ってくれてみたいな、うん、やってたな。うん、何年前だ。家庭に育ち上がって優しいおばあさん。でもおかんとおかんのことは多いとかお前って呼びますね。いやね、あんなね、本当に。まあでもなんか俺なりのこう仲良しというか、うん、まあね、うん、ツンデレだから俺だったのは、まあ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 、うん、なんか本当に距離が近い感じよね。まあ、そうね、うん、嫌な感じ。なんか浦田さんがすごいね、ライブとかめちゃめちゃテンション高かった。ライブ後とかもイエーイイエーイみたいな、なんかすげえこうだるがるみとかしてくるぐらい元気なんだけど、やばいよ、うん、あのお母さんが見に来た時だけ浦田さんめちゃめちゃなんかそのお母さんのテンションにこう巻かれてて元気なくなるんだよ、うん、なくなるんだ。ライブ終わり、突然しておらしくなる浦田さんが。家の浦田くん出ちゃうんだ。もういい、うん、もういい、帰って、もういい、帰って、もういいから、いいから、あ、言って、言ってる、もういい、もういいから、もういいから、早く帰ってもういいからって言ってさ、めっちゃ言う。だってなんかさ、引きフェスの一番最初スーパーアリーナの時か、うん、呼んでさ、うん、もうみんながこうまふまふに話しかけるんだっていう、こうどうしようどうしようって言ったら、思ってたらなんか一番最初うちの母親が、あ、ありがとねみたいな、あいつすごいよなマジで。いや、もう浦田さんがどう生まれたかがはっきり分かったよね。いや、ちょっとその感覚は分かるわ、うん、浦田さんめっちゃ気にしてたなそれ。あの、いや、ごめんね、なんか、あの、うちの親が先に話しかけてごめんね。全然いいよって。ね、いや、すごいんすよ。まあでも、声かけられる側は全然嬉しいからね。うん、嬉しい嬉しい。あんなこうフレンドリーに接してくれるのは本当に。いや、でも確かに自分の両親とかがまふまふに話しかけたりしてるのを見ると、うわーってなる。恥ずかしいってなる。ちょっと待ってくれと思う。うん、わかる、それ。あれでもみんな、あれ坂田のお父さんとは会ったことないけど、会ってないけど、でもすごい褒めてるよ、なんかもう通話とかでもすごいな、ババ君なんか雲作れるし、間接した、間接的に電話したことあるよね。あ、ある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 、ありがとう、ありがとうございますって、もうすごい神格化してたから。すごいやんちゃなイメージだわ。ねえ、坂田のお父さんね。海賊の手下みたいな顔してる。海賊の手下。ありがとうございます。一番最初に突っ込んでくるザコみたいな顔してる。坂田が子供の頃からさ、野生で狩りをしたさ、肉を食べてたみたいな話って。そう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 。何それ。マジおもろいんだよな、あれ。ジビエってやつ。なかなか原始的な家だったんですよね。すごいね。イノシシを飼ってその肉をさばいて食うとか言って、うん、え、かっこいいじゃん、うん、お父さんが何、イノシシさばけるってこと。さばけます。すごい、やばいよ、すごいね。ナイフ一本でいけます。すごい、かっこよ。マジなんかすごい YouTuber かなんかになったら確かにいいじゃないのと思う。確かに確かに、ねえ、今日はよしよ、さばいていきますっつって、坂田の父っていう名前でチャンネル作ろうぜ。うん、イノシシを仕留めるところから、なんか水とナイフだけ持ってさ、山とかでね、そう、山菜取って、うん、え、かっこいいね。かっこいい、なかなか渋い親ですよ。なんかだってもうそういう時期に入った親父ちょっといつも血生臭いもん、なんか匂いが。そうなの。めっちゃ野生だな、野生児じゃん。野生児の息子ですね。いや、でもなんかやっぱ家庭環境って大事だね。なんか、うん、なんかみんなやっぱ家庭があって、確かにキャラクターできてますね、みんなね。そうだね、うん、そういうもんなんだな、うんうん、面白い、ね、面白いね。脱線したけど面白い話だと、ね、うん、ありがとうございます、うん、次行きましょうや、次行きましょう。